刑を終えたはずの空が行き着いたのは、存在しなかった世界。空は闇の深淵へと誘導され、ゼアノートの13番目の闇の器として囚われてしまう。一方、悪夢に囚われている空を見つけたリクは、自覚のないまま、空を悪夢から守るために、空の夢の中にダイブしていたことを知らされる。復活を遂げたマスターゼアノートだったが、想定外のリアの登場により、野望は阻まれる。そしてゼアノートは、来るべき最終決戦を予告して、去った。